なんかおかんの声が聞こえるんだけど、おかん俺の部屋に勝手に入ってきたのかもしかして。おい、いるのか。おうわ、なんか俺の部屋に勝手に入ってきてんだけど、あいつ何してるんだ。ああ、ガサガサ、ちょっと。ああ、どうもどうも。いやー、どうも、こんにちは。何勝手に俺入ってきてんだよ。いや、赤坂くん、いや、パソコンでもね、おとなしく見ときなさいよ。ほら、赤坂くん。いやおー。なんかお前、おかしくない？慌ててない？なんか。あ、いや、その、いや、何も。いや、何もしてないわよ、赤坂くん。え、なんか今手に持ってたやつ何？あ、これは、ペンだわ、ペン。なんでペンなんか持ってきてんの？いや、何もしてないわよ、赤坂くん、なこれ。いや。ここにもあるわよ。鼻毛、アホ。バナナ？バカなのよ。おい、お前、俺そんな鼻毛出てる？大丈夫？俺そんな鼻毛出てんの今。鼻毛マンだわ、鼻毛マン。うん、ごめんなさい。すいません、ちょっと、打つのだけは勘弁していただいてもらっていい？じゃあ、打つのはやんないよ。代わりに剣で切るけどね。赤坂、ごめん。俺の家から出て行け。そしてこの落書きを消せ。消しますから。なんてことをしてくれてんだおめえは。はい、ごめんなさい。ごめんっていう落書きになってもうてるね。はい、すいません。はい、おい、何壁壊してんだ。はい、いや、こうすれば治るからね、赤坂くん、ほら。ああ、はい、ならいいんだよ。じゃあ、あとは自分でやっといてな、赤坂くん。もうやらないから、安心してちょうだい、赤坂くん。もうしないから、反省したわ。何よ、反省したって言ってるでしょ。文句があるのかしら、反省した私に。まあ、もうええわ。ああ、いいのね、ありがとう。呆れてもうたわ。呆れてもうたな。おおおおお。なんで俺が落書き直さないといけないんだよ。あいつが落書きしたんだから、あいつが直せよ、落書き。おお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 。なんか外が騒がしいな。あいつなんかしてんのか、外で。何お前そんな笑ってんの。あ。いや、あ。鼻毛のお家。誰がやったんだ、こんなこと。誰だ、これ。やっぱり俺鼻毛出てんの？ああ、そうなのよ。あんた鼻毛が出てるのよ、赤坂くん。見て、ほら、鼻毛がいっぱい。赤坂くん、ちょっと。話し合いましょう、一回、赤坂くん。俺の家落書きしやがったから罰として、今日から一週間、あいつの顔に落書きをしてやろう。おかんの顔に落書きしてみたい人は、チャンネル登録と高評価お願いします。別にしてみたくない人もお願いします。ってことで、とりあえず、おかんのこと寝かさないといけないですね。おかん！お人形ちゃん、パスタ食べる！お人形ちゃん！なんか銃を向けられてる気がするな。お！わー、びっくりしたー！今すぐ寝てくれたらこの銃は撃たないよ。なんで寝ないといけないのよ。じゃあ理由だけ説明してくれたら寝てあげるわ。今、寝たら、いい夢が見れるらしい。いい夢。それは人によるからな、個人差があるからな、いい夢っていうのはな、どんな夢かによるんだよな。おかんがアイドルデビューしてる夢。よーし、寝るわ。よいしょ、寝れるかな。でもさっき寝たばっかだし。なんかこいつどんどん寝るのが早くなってきてないか。ってことで早速落書きをしていこうと思います。よいしょ。よし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 。ということでですね、こちら、おかんの顔に、シミを薄く描いてみました。つっても、おかん、おばあちゃんだからそんなに違和感はないか。おかーん。私はアイドルなのよ。いてなんでアイドルなのに、夢だったのか、今の。くっそー。30秒くらいしか寝てないけど、もう夢見てたの？いやー、ほんとにバカバカ。なんてこと言うの、あんた。あんたね、そんな口の利く年いいと思ってるのかしら。せめておばあちゃんって。じゃあ、おばあちゃんでもない。せめておばあちゃん、わかった。おばばあちゃん。でもなんか、私取った気がするよ。なんてこと言うのかしら。私の顔見てごらんなさい、じゃあ。ちょっと待って。ああ。今何しようとした？ちょっと鏡で見ようかなと。ちょっと待って。ああ。鏡見られたら落書きしたことがバレてしまうからね。この1週間、鏡とか見させないようにしないと。いや、おかん。鏡で自分の顔を見たら、自分の顔が美しすぎて気絶しようからダメだよ。確かにそれはあるわ。私の顔美しすぎるからね。だから見ない方がいいよ、気絶しちゃうから。じゃあそうだね。今日は見ないでおきましょう。明日見ましょう。
まあそれもやめた方がいいと思うけどね。あー気絶したいわね、なんなら。さあ2日目の朝でございます。あいつは多分今寝てるんじゃないかな。あいつ寝ながら食べてんの。今回も落書きしていきましょう。そろり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 さあということで巨大なホクロが一つ追加されましたね。おはよう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 。うるさい。いやーなんかおかん顔変わった。変わった。え、もっと美人になってるかしら。どうかしら。あーそうだね、なんかバカでけえな。バカでかい。何がよ。もしかして鼻毛が出てるのかしら。おかん出ても出てなくても同じようなもんだから。どういうことかしらそれは。あ、出てなくても出てても可愛いってことね、赤坂くん。うん、いや、逆だけど。あーな。やんのか？対決するか？ごら。おぉ！じゃあ私から行かせていただくわ。まあ、正直、ホクロが追加されただけじゃあいつは気づかない気がするな。ちょっと私顔が見たいわ、とりあえずそんなことよりも。え、ちょっと、鏡ないの？ちょっと赤坂の部屋って鏡あったわよね、確かね。え、俺の家？いや、ないと思うけどな。あ、やばい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 。ない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 。あるじゃないの。あ、赤坂くん、この鏡汚れてない？最近ね、鏡汚れてるから新しい鏡買おうと思ってんだよね。ああ、そうだね、この鏡汚れてるわよ赤坂くん。もうちゃんと変えときなさいよ。本当に私の美しい顔も美しく映らなくなっちゃうでしょ。あっぶねー。さあ3日目の朝でございます。あれ、あいついねえな。あいつも起きてんのかな。ベッドにいないってことはどこにいるんですか。どこにいる。なんでトイレで寝てんのこいつ。なんで。まあいいや、落書きしまーす。さあということでヒゲを生やしました。いやだいぶ濃いヒゲが生えましたね。おかんおかん、いて。あな、なんでトイレで寝てんの。何入ってきたんじゃ勝手に。こらごめんなさい、ごめんなさい。おぉな、濃いな。濃い何がよ。あー違う、恋してるのよ。あーな、私に恋してるのかしら、赤塚くん。可愛らしいわね。一緒に写真撮るかしら。え、写真。写真はやめといた方がいいと思う。なんで、一緒に撮りましょうよ。いや、やめとこ、やめとこ。いやいや、撮るわ。あ、ちょっとやめとこ、やめとこ、やめとこ。いや、撮りましょう、撮りましょう、これで。ほら、一緒に。はい、撮りましょう。はい、チーズ。ん？何かしら、この私のヒゲ。ん？なんこれ？ん？何よ、このヒゲ！赤坂！なんで言ってくれなかったかしら。まさか、濃いって、ヒゲが濃いってことだったのかしら、赤坂くん。赤坂くん、どうしましょう、どうしましょう、こんな姿じゃ外に出れない。いや、外に出ちゃった。いやー、どうしよう、どうしよう。いやだったら写真なんて撮んない方がいいって言ったのね。どうして言ってくれなかったのかしら、赤坂くん。でも落書きとはまだバレてないっぽいな。美容院に行ってきます、今から。待って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 。何？待てない。美容院はやめとけ。なんでこんなヒゲ剃れないわ。美容院に行って剃らないと。ダメダメ、剃るな剃るな。いや、剃る剃る剃る、剃りに行く。ヒゲも生えた。おかんも可愛いよ。慣れてないだけだよ。慣れたら可愛く見えるって。あー、じゃあ一日待ってみる。分かった、じゃあ一日だけ待つわ。あぶねえ、美容院なんて行かれたら落書きってことがバレちゃうからな。でも髪だけ切りたいからちょっと美容院行っていいかしらね。やめとけ。やめた方がいい。髪が長いおかんも素敵だよ。あー、ありがとうね、分かったわ。照れちゃうわ。さあ4日目の朝でございます。こんにちは。パソコンしながら寝落ちしちゃったのかな。こんにちはじゃないわ。起こしちゃダメだった。危ねえ危ねえ、今起こしそうになった。落書きしてないのに。危ねえ危ねえ危ねえ。ってことで落書きしていきます。よいしょ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 。さあどうなったかな。むにゃむにゃむにゃあとちょっとしたらサンタさんぐらいヒゲ生えてるなこいつ。おいおかん、また入ってきたんか勝手に。こらー
おい、お母サンタ。お母サンタ、あら、私はサンタさんじゃないわよ。プレゼントが欲しいのかしら。いやもうちょっと頑張れよ、サンタさんだよ。何、もしかして昨日のヒゲがまた伸びてる。いやまさかそんな。ちょっと待って、ちょっと確認するわ。よいしょ。どうして、やばい、ヒゲが生えすぎてる。赤坂、さすがにこれはやばいわ。赤坂、いやこれは素敵だよ。じゃあ美容院に行ってくるわ今から。待って、美容院に行ったら笑われちゃうよそれ。あ、確かに。じゃあ自分で抜くわ、もう今から。ちょっと自分で抜くから、今から。自分で引っこ抜こうとしてる。うん、引っこ抜く。えい、あれ、あ、なこれ、なんか抜けないんだけど、なこれ、えい、なんか抜けないわ、赤坂。まあ、本物ヒゲじゃないからね。もちろん抜けるはずがないんですよ。なんかしかヒゲっぽくないんだけど、何これ。ヒゲっぽいけど、ヒゲじゃない病じゃない。何それ。最近そういう病気が流行ってんの。病院に行ってくるわ、赤坂くん。今から病院に。いやでも、恥ずかしいでしょ、その格好で病院行くの。ああ、確かに。じゃあ、車で行くわ、車で。いや、もしかしたら車で通行人とかで笑われちゃうかもしれない。あー、それもよくない。確かにこんな人がいたら笑っちゃうかもしれないわね。外を歩いててさ、車の中からこんな顔の人いたらどうする。あー、こんなのじゃ誰にも顔が合わせられないわ。だからおとなしく家にいなさい。さあ、5日目の朝でございます。あいた、え、起きてんだけど、あいつ。なんで起きてんの。なんで起きてるって。あら、私は今日オールをするつもりなのよ、赤坂くん。え、お前寝ないの今日。そうよ、私はオールしてるのよ。寝てください。寝ないわよ、なんで。眠くないんだもん。まあ、こう言いながらね、夜になったらどうせ寝てると思うから、また夜来てみるか。どうせ寝てるあいつのことだから。さあ、ということで夜になりまして、現在の時刻は深夜の3時ぐらいでございますね。もうさすがに寝たでしょあいつ。ほら、ほら、いない。あれ？今日の夜食は何にしようかな。ラーメンかな、ヨーグルトかな。いや、ヨーグルトはちょっと、あいって、あー、あ、まだ起きてたの？寝てよ。寝ないわよ。今日オールするって言ったじゃん。あなたに寝ろって言われたらね、絶対寝ないわよ。あ、アイスがあるわ。アイス食べようかしらね。ちょっと俺はもう眠され限界だし、5日目の今日はあいつに落書きできねえな。くっそー、今日は諦めるしかねえか。その代わり6日目はとんでもなく落書きをしてやろうかな。さあ、ということで6日目の朝でございます。さすがにあれから結構の時間だったから、もう寝たでしょ。あ、よかった、さすがに疲れて寝てますね。ということで、昨日落書きできなかったからね、今日はとんでもない落書きをしてやろう。はい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 。誰ですか、誰ですか、あなた誰ですか。おはようございます。いて、あ何笑ってるの。まさかまたヒゲが生えてるのかしら。もっと、いや、ヒゲは別に変わってないよ。ああ、ならいい。ヒゲは鼻毛が生えてるのかしら。いや、鼻毛ってか鼻水じゃってるわ。鼻水、あ、それは大変だわ。拭かないと。ちょっと鏡でも見ましょうかね、ちょっとね。いや、ちょっと見ない方がいいかもしれない。なんでよ絶望するのかしら、見たら。ああ、ほんとに絶望する。なんか、眉毛キリッとしてるね。ああ、そう？ありがとう。眉毛なくね、私。ちょっと待って。これは。どういうことかしら？おい、こら。ああ、やだーやだー。どういうことだよなんですか、なんですかじゃないわよ、なんですかじゃ。これあなたがやったんじゃないの。俺やってないよ。だとしたらこれは病院に行かないといけないわ、赤坂くん。やめた方がいいよ。なんでやめた方がいいのよ。だからさっきからやめた方がいい、やめた方がいいって。通報されるよ、そんな顔が歩いてたら。確かにそれはそうだわ。どうしましょうじゃ。明日だったら治ってるかもよ。あ、確かに一回寝てみるわ、じゃあ。ああ、うんうん。どうしたのよ。じゃあ振り向かないで、面白いから。なんなのよ。さあ、ということで7日目の朝ということで最終日でございます。今日はもうド派手にやっちゃおうかな。昨日もド派手にやったけどね。よいしょよいしょよいしょ。あー、可愛くなったね。なんか可愛くなったね。すっげえよだれ垂れてるし、涙出てるし、目はキラッキラだし。おはよう。おはよう。ちょっとお前ここ立って。あ、はい。ちょっと一回お前の周りぐるぐるしていい。あ、いいわよ。何よ。あ、ほ、
ハート。じゃあ、もうおかん。今日は何も言わずに鏡見ておいで。鏡、あら、見ていいのかしら。あ、確かそうじゃん。昨日やばかったから、ちょっと治ってんのかな。さすがに治ってるよね。ってことで、この7日間、僕がずっと君の顔に落書きしてましたー。